プロットとはストーリーの要約である。プロットはストーリー上の重要な出来事のまとまりであり、重要な出来事とは後の展開に大きな影響を与える出来事である。すなわち、プロットは出来事の原因と結果を抜き出したものである。ここでいう原因と結果とは、例えば犬が歩く、棒に当たる、動物病院に運ばれる、治療を受ける、 回復するといったことである。プロットは、ストーリーとは異なる。プロットは因果関係であり、ストーリーは単なる前後関係である。王女は雪山に逃げた女王を追う。だから、王女は雪山で女王を見つけるはプロットである。一方で、ストーリーは、出来事を起こる。時間の順序通り、省略せずに並べた文章であり、プロットとは区別される。王女は雪山に逃げた女王を追う。 それから、女王は魔法で氷の城を作るはストーリーである。このように、だからで出来事のつながるものがプロットであり、ただ単にそれからでつながるものがストーリーである。プロットはストーリーの設計図として用いられる。プロットをまとめた文章がトリートメントである。トリートメントと脚本の違いは、トリートメントが非常に短い短編小説の形で書かれ、また、 まだシーンに分けられていない点にある。通常、映画などのプロットは三幕構成に基づいて書かれる。三幕構成とは、始まり、中間、終わりが、ターニングポイントでつながった構成である。日本では、トリートメントにあたる文章そのものが、プロットと呼ばれている。プロットとストーリー。プロットは、出来事と出来事の因果関係である。プロットは、 出来事の原因と結果、すなわち因果関係で最初から最後まで繋がっている。ABC までがストーリーとすれば、A によって C が起こり、かつ B が C とは直接に関係がないとき、B を省いた AC がプロットである。プロットによって、ストーリーが要約され、その全体像を把握することが可能になる。このため、プロットは、ストーリーラインとも呼ばれる。変化を起こさない出来事は、 プロットに含まれない。例えば、王子が靴を手がかりにシンデレラを探す。靴はシンデレラの意地悪な姉たちの足には合わない。靴が足に合ったのは王国でシンデレラだけだったというストーリーのうち、靴が姉たちの足に合わないという出来事は、プロットでは省略される。また、映画タイタニックでは、ストーリーの上で主人公が選手で両腕を広げる場面や、 楽団が船の沈むまで演奏を続ける場面といった有名なシーンがあるが、それらは囲碁の出来事に影響しないため、プロットでは重視されない。このように、プロットは原因と結果の連鎖である。プロットとストーリーの区別については、イギリスの作家 E.M. フォースターが1927年に発表した小説の書層での解説が有名である。フォースターによれば、国王が亡くなった。 そして王妃が亡くなったはストーリーである。それに対して国王が亡くなった。そして王妃は悲しみのあまり亡くなったはプロットである。前者では国王の死とは無関係に王妃が続けて死去している。これは前後関係に過ぎない。一方で後者では国王の死が原因で王妃が死去している。これは因果関係である。日本の映画制作において 実際に用いられているプロットは以下のようなものである出典の例をアナと雪の女王に改変。宮殿の一室。アレンデール王国の多い継承者、エルサの寝室である。まだ夜が明けて間もない。エルサは眠っている。そこへ妹のアナが入ってくる。アナは一緒に遊んでくれるよう催促するが、眠気の覚めないエルサに断られる。そこでアナはこう切り出す。 雪だるま作るのはどうエルサは魔法が使えるのである。魔法とは氷の魔法であり、エルサは手から冷気を出して一瞬で雪を作ったり、物を凍らせたりすることができる。そしてそのことはエルサとアナだけの秘密である。アナは手を引っ張ってエルサを舞踏室に連れて行く。はしゃぐアナをエルサが制止する。アナがせがむとエルサは氷の魔法を使い始める。 プロットは必要に応じてさらに短くまとめることができる。早朝、アレンデール王国の多い継承者、エルサが宮殿の寝室で眠っている。エルサは氷の魔法を使える。妹のアナはエルサに魔法で遊ぶよう催促する。エルサはアナと舞踏室へ行き、そこで魔法を使う。日本の映像産業では脚本などを執筆する前に、 ストーリーの大まかな構成を理解するために書かれる小説体の文章そのものがプロットと呼ばれている。それは脚本家自らの執筆のためだけのものではなく企画書に添付してプロデューサーに提出される。この場合のプロットは制作者が読むことを前提としたビジネス文章である。その時プロットの枚数はワープロで1枚ほどの公害から同30枚以上まで様々である。 脚本家の斉藤博士は、日本では、コンクールに応募するときにはワープロで1から2枚程度、プロデューサーに企画を持ち込むときには、同語から10枚程度が望ましいとしている。このように、日本の映像産業においては、脚本の全段階の文章がプロットと呼称されている。斉藤によれば、日本の映像産業において、プロットの必要とされる理由は、主に3つある。第一に、 脚本を作成する前に、プロデューサーが構成の完成度を確認するためである。第二に、プロデューサーが読む時間を節約するためである。第三に、心理描写のある小説体の文章の方が、最小限の説明しかない客観描写のみの、脚本より、制作者にとって理解しやすいためである。また、日本の漫画制作でのプロットは、ネームの全段階のメモ書きを意味する。 日本の漫画のプロットは、あらすじ、もしくは箱書き、または脚本そのままの形などで書かれるが、いずれにしても、演出の指定を含めた簡単な小説体のものが一般的である。日本の漫画におけるプロットは、やはりストーリーの構成を事前に把握するために用いられる。漫画家で、京都聖火大学漫画学部長の竹宮慶子によれば、プロットは、 A4 用紙に枚程度までに収めなければ、自分自身や編集者がそれをプロットとして読むことは困難である。20世紀初頭、ロシアフォルマリズムの文学理論は、物語を構成する要素を、ファーブラとシュジェートに分けた。それ以降、物語論においては、ロシア語のファーブラがストーリーとして、同じく、シュジェートがプロットとして、それぞれ置き換えられる場合がある。ファーブラは、 出来事を起こった時間の順に並べたものであるのに対して、主 J とはそれらの出来事を語られる順に並べ直したものである。ボリスト・マシェフスキーは、要するに、ファーブラというのは実際に起こったことであり、主 J とは読者がその内容を知った仕方であると説明している。三幕構成の見取り図。一般に映画は三幕構成になっている。 三幕構成のモデルは映画制作の基礎である。三幕構成では映画は三つの幕に分けられ、それぞれの幕は設定、対立、解決の役割を持っている。幕と幕はターニングポイントでつながっている。ターニングポイントとは幕と幕の境目にあり、アクションを起こさせ物語を違う方向性に向かわせる事件やエピソードなどを指している。 実際のプロット作成には以下のような技術が用いられている。トリートメントはストーリーがどのように始まり、どのような展開があり、どのように終わるのかを短編小説として非常に手短に要約した文章である。トリートメントはプロットの流れを論理的に書くものである。そのためトリートメントによってストーリーの問題点が明確になる。一方で脚本家は 満足するまでプロットを自由にリライトできる。トリートメントにはストーリーの短いあらすじとの大きな違いはない。トリートメントの枚数は通常8から15ページである。アメリカにおいても制作者の依頼により脚本の要約としてトリートメントを求められる場合がある。その場合の枚数は通常5から12ページである。反対に企画の売り込みに用いられる場合には トリートメントは通例1から3ページのシノプシスやログライン、時にはマーケティングフックから成り立つ。トリートメントは3幕構成に基づいたプロットが書かれたものであり、幕と幕をつなぐターニングポイントも書かれているが、未だシーンには分割されておらず、シーンに分けられるのは次のアウトラインである。アウトラインはそれぞれのシーンを数行で書き出したものである。これは 実際の脚本に最も近い段階であり、シガーによればアウトラインの情報だけで脚本を書き始めることができる。以下はアナと雪の女王の冒頭の例である、出展の例を改変。アナが寝ているエルサを起こし、舞踏室で魔法の雪遊びをする。ここでアナとエルサを設定する。アナとエルサの関係を固める。姉妹はオラフという名前の雪なるまを作る。 アナがエルサのミスで氷の魔法を頭に受ける。国王夫妻が異変に気づく。一家はトロールの集落に急ぐ。長老はアナを回復させ、警告する。アナは魔法の記憶を消される。魔法の存在を防ぐため、エルサは国王により部屋に隠される。アナもエルサから引き離される。ジャーナルはキャラクターの掘り下げを行うための手記である。ジャーナルは キャラクターの内面を描写し、それによりキャラクターの言動を理解するツールになる。ジャーナルではキャラクターの人物描写、行動、人間関係、収入、家族構成、及び学歴、学校歴などといった主々の情報が明確にされる。書き手の知人の中にキャラクターと似ている点を見出すことも方法の一つである。また、ジャーナルによって 作品のテーマを考察することもできる。前述のトリートメントは主にストーリーの把握に用いられる。それに対して、ジャーナルはキャラクターを理解することが主な目的である。指導フィールドによればカードを用いることにより、プロットは良いかつ効率的に組み立てられる。フィールドの指導法では、情報カード1枚につき、一つのシーンの簡潔な説明が書かれる。また、 フィールドは数千人の生徒を指導してきた経験則として脚本30ページにつき必要なカードの枚数を14枚としている。それを2時間映画に当てはめた場合、カードは合計56枚である。フィールドはカードシステムのメリットとしてカードの並べ替えや足し引きおよび色分けなどが自由であることを挙げている。パソコンによる箱書きのような形式は 真の並べ替えが不自由になるとして推奨していない。リンダ・シュガーによると、そのようなカード方式を用いる。脚本家はまず複数色の情報カードを購入し、例えば白のカードはメインプロット、赤は恋愛、青はキャラクターの設定、及び緑は舞台の情報などといったように色ごとに使い分けている。脚本家のブレイク・スナイダーによると、ハリウッドではそうした複数のカードを、 コルクボードにピンで止めるなどしたものはボードと呼ばれている。40枚のカードを使用していたスナイダーによると、ボードは書く前の準備として、脚本を目で見えるようにし、修正するためのツールである。サウンド・オブ・ミュージックや、北北西に進路をとれの脚本家、アーネスト・レーマンは、およそ50から100枚のカードを使用していた。他にも、著名な脚本家が十二枚、十六枚、 または12枚など様々な枚数のカードによってプロットを組み立てていた。フィールドは自らの死であるジャンルのワールもカード方式を活用していたと証言している。日本の脚本家は前述のようなカードシステムと同様の目的のために箱書きを用いる場合があり、日本人の表した脚本の教則本において触れられることがある。箱書きは箱とも略される。 箱書きは脚本の執筆を始める前の段階のテーブルである。箱書きは以下の3段階から構成される。大箱はプロットをチャプターによって大きく分割したものである。中箱はその大箱をシークエンスによって分けたものを指す。小箱はその中箱をシーンによって分割したものであり、最も細かな部分である。それぞれの箱には短い要約のみを書き込む。 そこでは、プロットから始まって、それを大箱に分けることにより、これから描こうとしていることが明確にされる。さらに、それらは中箱に区切られ、より具体的な展開に落とし込まれる。最後に、それらは小箱にまで細分化される。斉藤博は小箱から描き始めることを推奨していないが、それは全体の流れが分からなくなるためであるという。 三幕構成を理論化した脚本家、脚本指導者の指導フィールドによれば、あらすじには、要約と再現の二種類がある。要約は、大まかに出来事の流れをまとめたものである。変写中、これがプロットにあたる。女王は生まれ持った魔法の力をコントロールできなくなる。秘密にしていた魔法の力が公になる。女王は山に逃れ、そこで孤独に暮らそうとする。再現は、 出来事をありのまま具体的に描写することである。編舎中。これがストーリーにあたる。夜、切り立った雪山の峰を一人で登る若い女王。小雪が降っている。女王は手袋を捨てて氷の魔法を使い始める。雪だるまが作られる。女王がマントを脱ぐ。魔法によって崖に氷の橋が架かる。女王はその橋を渡った後氷の城を作り始める。 女王を中心にして、氷の柱と床がせり上がってくる。氷の天井とシャンデリラができる。女王は冠を外し、青白色のドレスの姿に変身する。女王は白のバルコニーに出て、朝日の光を浴びる。このように、ようやくと再現は対象をなすものである。以上、出展の例を改変。フィールドは、あらすじを4ページで書くように指導していた。そのうち、 ストーリーを連結する4つの重要ポイントでは、再現、それ以外の部分では、要約が用いられる。4つの重要ポイントとは、オープニング、プロットポイント I、i およびエンディングの4つである。フライタークのピラミッド。紀元前4世紀、古代ギリシアの哲学者アリストテレスが、死学の中で既に、始まり、中間、終わりの3つの部分に悲劇を分割し、それを悲劇に、 共通の構造として述べている。1863年、ドイツの作家グスタフ・フライタークは、大テクニックでドラマズで、アリストテレスの悲劇論をベースにしながら、画期的な理論を打ち出した。フライタークは、ドラマを5つの部分に分割し、なおかつ、それぞれの部分の機能を定義した。すなわち、除幕、上昇、クライマックス、加工、破局が、その5段階である。 フライタークによれば、悲劇はクライマックスを頂点とする三角形の構造を持つ。そのストーリーはクライマックスで上昇から下降へと反転し、結末の破局に向かう。フライタークの分析は、そのまま鼓膜の演劇に多用している。映画において、ミッドポイントから始まる主人公の転落は、フライタークのピラミッドに代表される古典劇の構成を継承したものである。 1979年、アメリカの脚本家、シドフィールドは映画のストーリーを3つの部分に分割し、またその3つの部分の機能を分類した。これは映画に共通して見られる構成を分析したものであり、三幕構成と呼ばれる。ありがとうございます。